ははいこんにちはヤスです、えー、9月18日、9月17日の、ねえー、米国マーケットを振り返っていきたいと思います。今日はですねあのメジャー S q でしたまあ,あのアメリカの先物取引とかのね決済日が重なる日ということでね、えー、取引を伴ってえっ、ー、とね算出数がねあの大きく下落しました。 ただしね、私自身としてはねあの、もうそろそろ仕込み時が近づいてきてるのかなとうう思ってますんでね、今日はちょっとその辺りのお話をしてみたいと思います。はい、もう日本は今、ね、シルバーウィークですなんか台風が来てるみたいで大変みたいですけどもね、あの、まあ週末ですしね、皆様どうかね、あのごゆっくりお過ごしください。えー、初めての方は自己紹介ですけどもともとエンジニアしてましてその後アメリカのゲーム会社でデータになりそして今米国の都市事業をしてます。Twitter、a ラブズテックでやってますんでね、こちらも合わせてよろしくお願いします。まあ、あのー、の 私の意見としてね、1つの意見として参考にしていただければと思うんですけれども、あの9月頭からね、なんか、まあ、そろそろキャッシュ、ポジション、持っておいて、慎重に慎重に、警戒、警戒って言ってきたんですけども、ようやくね、そろそろね、あの調整の終わりが近づいてきてるかなというふうに思ってます。で、えっと、私はね、前回のも言ったんですけども、消費者物価指数のあたり、ちょっと入れて、えっと、FOMC 前後でね、さらに入れていこうというふうに考えてます。 でほ実はほんのちょびっとだけね、きょう、あの1%かキャッシュのうちの2%ぐらいかな、だから残り8%ぐらい、ほんのちょびっとだけね、今日追加しちゃいました。でね、あのこんな感じでね、もうゆっくりゆっくりね、あの入れていくあのフェーズに入ったのかなとね、私は考えてます、私個人としては考えてます。今日はね、その話をしていくのでね、あのーまあ、参考意見の一つとして、他のね、YouTube だ動画、えー、ブログなどもね、参考にしていただければ幸いです。 でねこちら、毎度ですけども、サブチャンネルやってます、えーと。この間ね、動画で幸せになるための自己投資、えー、給与の方程式でね、内容をお届けしたんでね、こちらもね、週末にね、合わせてご覧ください。あのー、ねやはり、インデックス投資だけだとね、なかなか資産って増えにくいと思うので、やはり最終的にはね、副業だったりとか、自分の収入を上げていくこと大事だと思います。で、そういうね、役に立つね、切符をね、どんどんどん,どんあのサブチャンネルでやっていこうかなと思うんでね、こちらも合わせてよろしくお願いします。 ではね、今日早速チャート指数を見ていきましょう。えー、3指数下落しました。ダ、え、ウ、ー、がマイナス0.48、S&P がマイナス0.91、ナスダックはマイナス0.91ってね、結構大きく下げましたね。ナスダックはね、なんか5月以来の下げ幅とかなんかそういったニュースが出てましたね。えー、S&P が5日間ぐらい連続減少してるのかな。まあでもとにかく大きく下げてます。今日の注目はラッセルですね。ラッセルプラスで引けてるっていうのはなかなか。 面白いで、すすね、えー、ががと、ね、かななり緊張が高ままっっててる状況になってますで、えっと、ウィークリー YTD で見ると、ただね、結局、蓋を開けてみると、ダウが一番負けてますね。ダウがマイナス2.2、S&P がマイナス1.7、Nasdaq がマイナス1.6って結構今週、まああの、1週間としては久しぶり結構大きく下げたかなという1週間です。えー、YTD で見るとね、ダ、え、ウ、ー、が13。 エさんの B が18.7、次期20までたんですけどね、ナスダック17.3というね、えー、感じになってます。はい。まあそれでも十分なパフォーマンス出てますよね。金利はですね、1.35%付近に行きます。えー、ザラ場ではね1.38に上がる場面も見られたんですけども、まあ1.36付近という感じでね、まあ少し緊張が続いてるかなという印象です。ビックスすごいですよね。もう上髭下髭で毛がまくってブラ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 つって今日はガって伸びたという感じですね。うん。 あの仕込み時、近づくって今日は書いたんですけども来週の月曜日、火曜日は FOMC のアナウンスの直前になりますなので一応、そこで最後ねボラティリティがまた一段高くなってもう一段売られる可能性はあると考えてますけどもまあただ、いずれにせよもう終わるところは近づいてきてるのかなという印象です。 まあ、ガファも今日ガファも中心でしたね、なんで今日はあのダウがね比較的下げが弱かったんだなぁと思うんですけども、ダウがね特にグーグルがマイナス2%近く、アップル、マイクロソフトもね結構下げてるっていうところはね、あの、まあのま象徴的な感じですよね。はいなんで、他のダウのところはまあ今週大きく下げたというところもあって、今日はガファも中心に下がったかなという印象です。まあ、今ま今でねちょっとその 他のところが難聴しすぎて、ガファムに資金が集まってたという側面はあると思うので、まあね、それで1、まあ、点売られたということだと思います。えダウはもう50日,線大き50日平均線終わって、ね、大きく下がってきて、ダラダラダラと下がってきてますねあの。150日平均線まで行きそうな気配が出てきましたね。うん、まあ、でもさすがにこの辺で、ね、収まるなって私は考えてます。あのというのはね、一応 GDP で見ると、ね、来年伸びてきます。伸びていくので、うん まああの今の原則分だけ、ね、ここでカウントするだけなので、まあ、そろそろなんじゃないかなという印象を持ってはいますね、うん、で取引のところを見てくださいえ、ね、結構ちょっと多めに出てますよねボリュームね、はい、そして999は、ね、あプラス0.07嘘だなマイナス 1. 点いくつですね今日はすみませんここを修正し忘れてましたマイナス 1. 点いくつだったはずです で、200日平均線からの距離というと今マイナス9.84%というところであと下がっても1%ぐらいなんじゃないかなって私自身は考えてます。はい、あと1%ぐらいかなと思ってます。えー、とここね、8月の末に FMC の議事録でテーバリング出たよというときは、ね、マイナス8.79まで下がったので、まあ、あとね 1>, 1から2%ぐらい、まあ、この50日平均線にタッチするぐらいじゃないかなって私は考えているので、なんでね、今日ほんのちょこっとなんですよね、まだもうちょっと下がるかなと思ってるんで、ほんのちょこっとだけっていう感じただね、ひょっとしたらここで上がるかもなとも考えてるんで、ほんのちょこっとだけ入れました、ほ、うんとにちょこっとです。で、えーと、ちょっとここでね、一つだけ気になるトピックとして、なんでこっちはね、なんか、もうどかっと下がったのに、ね、50日平均線、ね、割るように下がったのに、こっちは50日平均線下がらないようにっていうふうに考えているのかということなんですけども、あの、 こっちの方がね。テックに対するね。あの風向きが強かったんですよね。例えばこの2月の時点であのね。ちょうどそのワクチンができて、ワクチンを打ち始めた時。なんで今までテックに資金がすごい集中してたのが一気に抜けるみたいな。イベントがここだったんですよね。で、こことかはもうインフレがやばい。インフレ止まんないみたいな。もう今よりもインフレがもっともっとやばいって言われた時期で、金利もどん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 上がってた。時期が50日平均線を突破してたんで。 今、そこまで比べるとナスダックに対する逆風は吹いてないだろうなとうう考えているので、まあ、おそらくここのほど売られることはないんじゃないか特にマイナス9.84ですからねあのもうだいぶだめ、あのー、落ちる量というのも比較的、ね、緩やかになってきたというところがあるのであと1%ぐらいかな52平均線だったぐらいかなとうう私は考えています。はいね、悪かももしれないですけどもね えとこれが、S P、最近 S&P、さっき SPX ってああ、そうそう、999の、ね、取引も結構多めでした、今日はね、あのメザイアスなのでね、その辺の先物とかいろいろの決済でね、非常にお取引量が多くなってます、SPX も非常に取引が多くて、下落してますね、そして50日平均線があの終わってしまいました、まあ、あと2%くらいかなと思ってます、こちらもね、このラインぐらいまでね、下がることはあるんじゃないかなというふうに思っているので、ここのラインまであとちょうど2%ぐらいです。 うんまあ、あと2%も、ね、下がれば、ね、すごく十分,十分かなという,ふうに思っていますあ。ちなみにさっき私、今日ね少し買ったよというのは、ね、VTI は足していません、999だけちょっと足してるという感じですね。はい。で今日面白いのが ARKW、ね、AR WCLD は ARKW に至ってはプラス、WCLD はマイナス0.16ということなので、ハイグロはほとんど、ね、影響を受けなかったっていうのが印象的な日でした。私の、ね、個別カーブの方の講座も、ね、あハイグロで固めてるんですけども、今日はプラスで引けたんじゃないかな、最後には。ちょっとそれは驚きでした。はい コモディティオイル、ドルですけども、あのー、今日はです、ねあのーね、メジャー S q だったんですけども、まあ、ド,ルドル高になりました、うん、ドル高になってコモディティっも、えー、とオイルも下がるという、ねまあ、そういう感じな動きをしています。 でまあ、大きなニュースはないんですけども、あの基本的には9月後半、えー、とこの第3金曜日の,、ね、このボラメジャー S q から、ね、ボラティリティが高くなるって知られているので、基本的にそれがトピックになります。あの9月後半はボラが高いですよという理由で、ね、売られている、まあ今日、メジャー S q が今日で、来週火曜日、水曜が、ね、FOMC になります。で一応、仕込み時近いと書いたものの、来週火曜日、水曜日、で水曜日に、ね、パウエルさんの,あのコメントがあるので、おそらく可能性としては水曜日の パウエルさんのコメントが出るまではこの状況が続く可能性はあるなと思うので、近いとはいうもののまだまだあの買うにはちょっと早いんじゃないかなって印象は持ってます。はい。今日はねニュースよりもねちょっと後半のいろんな話の方のねあの初感の方をちょっと厚くやっていきますね。なんでニュースは一個だけです。FDA のパネルがあのブースターへの全国民への適用というのは難色を示しているっていうのはちょっとニュースでは取り上げなかったんですけどもあの、えー、報じられてます。報じられてました。 でただし、きあの別のニュースが出て、65歳以上はあのブースターショット打ってもいいんじゃないかっていう推奨が出たっていう話があります。で、なんか、話によると、あの65歳以下はそのリスクとリターンが、まあ、科学的に証明できない、まあ、3度目打ってもリスクの方がでかいんじゃないみたいな話で、そのあんまり進めてないということなんですけども、65歳に限って言うと、3度目のブースターを打ったがまが、まあ、まだリスクはあるけども、 なのでね、65歳以上にはまたね、3度目っていうところがね、あの始まるんじゃないかなというふうに思ってます。うん、そうなるとね、またあのデルタ株とかもついてくるんじゃないかなと思います。はい で、えー、今日のね、まあ、一番のトピックは、えー、メジャー S. Q. です。つまり、こちらマネー証券の、マネックス証券のブログから引用させていただきます。こちら動画詳細欄に貼ってますんでね、えー。そちらも合わせてご覧ください。えー、クアドルプル、クアドルプルウッチングっ言って、あのー。アメリカの。 あのー、指数先物株式指数オプションなどの4商品の生産日が今日重なった日ということで,でそういった日には、ね、魔女が出るよということでクワダロプルウィッチングっていうね、まあ、そういった名前が付いてますで、まあ、他のところでもいろいろ調べれば分かると思うんですけども今日はねオプションとか、あのー、先物とかの 決済日ですので取引量が増大して、まあ、ボラリティリティが高くなりやすいという話ですで。3月、6月、9月、12月ね、ね3の倍数の月の第3金曜日にこれが来るということなので今日がその日でした。で次は、ね、12月の第3金曜日になるんですけれども今日はねメザイス Q だったということでね非常にボラリティリティの高い日でした。はい、で今日ね、ね一応私は少しその長期的にはポジティブ楽観的な視点でお話し,しますけれども。あのー 1なんだろうえ一つだけ、ね、あの反対の警告として、ね、こちらを挙げさせていただきます。えー、ゴールドマン・サックスの荒々し人によれば、ねあのー、来週、来月も、ね、まだまだボラが高くて危険ですよというコメントは出てます。なので先ほど、ね、冒頭で、まあ、私はそろそろ仕込み時が近いんじゃないかという意見を出したんですけどもゴールドマン・サックスは、ね、私よりも、ね、かなり。こう 権威があるゴールドマン・サックスは来月までボリティが高いから注意してねというコメントを出されていますのでね、まあ、こういったコメントとかも、ねぜひね、参考にしていただいて、ね、皆さんの投資判断に役立てば幸いです。は重点的にお話していくんですけども、えー、とテーパリング金融緩和という話でいうと、まあ、9月か11月に年末テーパリングすることを発表するというのがコンセンサスです。あのー この次の FOMC でね、年末やりますという発表はあるかもしれないです。たぶん10月にやるとかはないと思いますが年末やりますは発表としてはあるかもしれないっていうのがね、あります。で、えっと、金利引上げは、えー、来年ね、1回というふうに予想されてます。これがマーケットのコンセンサスです。で、今後のスケジュールで、今はね、この本当にもう真っ青ですごくこう、なんつうのかな、まあ、ボラティティが高いんですけども、一応リスクイベント的には FOMC までがリスクイベントかなというふうに思ってまして、そこから先はまあ、四半期末、 リバランスっていうのがあるけどねあとは決算次第なんじゃないかな、うん、特別なねあの特別なリスクイベントというよりかはあ決算次第給水、うん、の,の決算各社がどういう決算を出してくるかによって変わってくるけどテックは、ね、結構決算調子いいんだよね、うん、ナスダックは上がってくるかなというふうに私は考えてます初回、はい、いきますね、えー、と今私は仕込みどころと考えてます FOMC 前後で、ね、指数、特に999などを仕込んでいくところという認識をしてますなので、この年が、ね、あの昨日まで、まあ今日さらにもう1%下がったので、あのー、そろそろ近づいてるんじゃないかなと思います、999で言えばあと1%、S&P で言えばあと2%ぐらいの調整をね、えー、可能性としては考えてます。 ただ、あのー、これで月曜日買うかという,そういった話ではなくて、ビックスをよく見るというところと、FMC を通過というところ、前後をよく見ていきましょうというところであの、明確なサインはあると思います、あのー、FMC の当日か、まあ、月か、水のどれかになると思うんですけども、おそらく火曜日か水曜日になると思うんですけども、ビックスが大きく下がって、あのー、株価が一気に算出たのをぽンって跳ねる日というのは、一つのサインだと思うので。 あのー、そこでね、まあ、仕込んでいくっていうのは、まありなんじゃないかなって私はあ考えてます。な、う、な、ん、なんじゃないかなっていうふうに思ってますで結局ただねそれって、あのー「あさイチ」のとこでも、あのー、時間前取引でねもう結構上がっちゃってたりするんで。 そうなってくるとね、ちょっとまあよく分かんないじゃないですか、下手したら月曜日に上がる可能性とかもあるし、なんでね、やっぱこういう時ってね、ゆっくり少額買うのもいいなって、私はよくやるんですよね、なんで、本当に、まあ、リスクイベントが買わずいですよってなったら、本当に今日ほんのちょびっとだけ入れて、で月曜日また様子見て、まあ下がっていくに応じてちょびっとちょびっと,ちょびっと入れていくみたいな、そんな感じですよね、ビックスがあの上がっていくときにって入れていく、ドカががっ,って入れるとかね、まあ、そんなことやったりするです、ね、結局よく分からないので。 まあ、ドルコスト平均法じゃないですけども、まあ、ゆっくり入れていくというのは、やっぱり一つの戦術としてはあるかなというふうに思ってます。えー、FMC が開けたら、ね、リスクイベントがないというお話はしてるんですけども、あの10月中旬の決算、そしてね、末に FMC の議事録が出ます、そして、えー、と11月4日、5日が FMC になるので、そこの直前の10月末というのはね、またリスクイベントが集中しているので、再度ある程度の調整はあります。なので、あのこの9月末で買ったとしても、 そこの概念より下回ることっていうのがまだね、リスクとしてはあるっていうふうに私は考えてます。ただ、まあ、テックとか、999とかに関してはおそらく、この9月の底値、ね、よりか上になるんじゃないかなというふうに思って、ただね、10月にもう一回来るんで、うん、慌てなくてもいいかなとは思うんですけどもね、まあ、少なくとも9月としては、次の FMC 前後が最大のね、仕込みところになるかなというふうに思ってます。で、そのうちのね、理由、いろいろ言っていくんですけども、 2022年は、ね、米国市場は成長することが予測されてます、いずれにせよね。あの株価が下がるとき、特に2018年とかはあの、成長への見通しが非常に暗かったりとか、あの米中の、ね、貿易摩擦が発生したりとかしててね、下がっていったっていうのは、まあ、今もなんか中国なんか変な問題抱えてますけども、ただ、米国市場はね、成長することっていうのが期待されてます。はい、であと、今って、南朝なんですけども、決算の良い銘柄はね、株価の調子が非常にいいんですよね。 なので、基本的に今の調整っていうのは、ここを超えればね、またそこをそこにしてね、年末にかけてね、いいラリーになっていくんじゃないかなって私は考えてます。えー、とこれが S&P の,、ね、の月ごとの,あのパフォーマンスなんですけども、9月はね、皆さんおっしゃる通り、マイナス1.0とね、えー、と最もパフォーマンスの悪い月です。10月もね、別にそんなにいい月ではないんですけども、年末っていうのは非常に。 非常にパフォーマンスのいい月特に1月も含めるとね非常にいい月というふうに知られてますなのであのー、なんつうのかなあのーまあ、オーソドックスな戦略としてやっぱ9月10月にちゃんと仕込んで、えー、11月12月は何もしない 11月、12月に、ね、慌てて上がって仕込んでもね、あのまた来年の2月、3月とかさ、金利上がるっつってどうせ下がるんで、あの11月、12月に入れるっていうのは、やっぱり分が悪くて、やっぱ9月、10月にどんだけ入れる入られるかというところでね、勝負が分かれてくるんじゃないかなというふうに考えてます。で、9月はマイナス1点ずつゼロ下がるって言われてて、えー、と今月はもう今、マイナス2 3、3%ぐらいしてるのかな、ナスダックも9 9 9も、まあね、もう平均より大きく下がってるんで、まあ、そろそろ来るのではという感じはしますよね。 えー、GDP の予測です、こちら、エドワード・ジョーズっていうね、あの例のウェブサイトから持って、こちらも詳細欄に貼っておくんで、見ていただければと思うんですけれども、これ、面白いですよ。えー、2021年の GDP の成長っていうのは、実は引き下げが続いてます。それは皆さんご存知だと思う引き下げが続いている。なので、今、シクリカルを中心に、えーまあ、この9月の調整時期と合わせて、ね、調整が起きてます。うん、デルタ株と合わせてね。これ、えー、と成長率の下方修正が大体6.5%から。 そうですね6%ぐらいだと思うので今0.5%調整がオークチてるんですね調整率どのくらいですか0.5%のうちの0.5って0.5の6.5。 調整率ででうと、ね、過方修正入ってるんですね、うん、だからやっぱり S&P もやっぱ5%落ちても、ね、不思議じゃないなって印象はありますけどもね、うん、ただね面白いのがねそれとともにね2021年の、ね、GDP が、ね、情報修正入ってるんですよね、えー、あごめん 2022, 年2022年は今 GDP が4%ほど伸びるっていう予想になってます4%弱かな4%弱伸びるっいう予想になってます結構伸びますよ、ね、2022年もそういうことを考えると まあ今は、ね、調整が入ってますけども、来年1年も、ね、年ほどのリターンではないんですけども、S&P で5%から10%、えー、999で10%から15%ぐらいの、ね、リターンが出るんじゃないかなというふうに私は考えています。ただ、ね、それを来年から仕込んでもなかなか難しいということだと思うので、今の,、ね、この,今の,この調整が、ね、最大の仕込み時かなというふうに考えています。 予想についてなんですけれども、ナスダック100のアナリストの予想の平均は、えー、来年の成長率が11%ほどってなってます、2022年11、11%ほど成長します、ナスダック100の EPS が。S&P の EPS は8.8%と予測されています、ちなみにですね。なんで、一応、S、S&P もナスダックも EPS ベースで一応、一応、ね、伸びるというふうに予測されています、はいで。最後になんですけれども、えー、と今日ね、私、あのー、 小型グロープラスで引けたっていうお話をしましたけども、私も、ね、相当ボラティリティが高くなるので、実はそのハイグロで固めた私の,その,なんてうのかな個別株のポートフォリオっていうのはだいぶ心配したんですけども、今日はそうですね、プラスでは引けてないか、でも本当にマイナス0.04%で引けてるんですよね、私のポートフォリオ全体。うん、で、まあ今日ね、あの今、決算が良くてね、株価が調子いい銘柄引っ張ってきたんですけども、例えばアップスタートとか、 ライトスピードとかセルシウス、セルシウス今日は下げましたけどもね、データドックとかテスラ、スノーフレークとか、この3ヶ月で見ればね、あのー、特に、えー、とアップスタート、LSPD、セルシアス、データドック、スノーフレークはオール、ああ違うか。 この,この前4つに関して言うと、オールタイムハイだと思います、オールタイムハイ、うん、最高値だと思います。えテスラ、スノーフレックっていうのは、大きく2月は下がってますけども、5月をそこにして、どん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 上がってきてるっていう感じだと思うので、まあ、どん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 ね、直近高値を取ってきてる銘柄が増えてきてます。うん、で、えーとー、これらの銘柄はね、決算がすこぶる良かった銘柄で、まあ、テスラがすこぶるいいとは思わないですけども、GAFAM に比べればいいです。うん あスコブルっていうのはあの本当に和ねなんか60、70、100とかそういった意味で言うとテスラは,はそれほどではないってことですけどもね。で、えー、と結局今って、あのーまあ、シクリカル、すごく上がってきた。で、その傍らで、ね、ガファームにもすごい資金が集まった。ただ一方で決算の良いハイグロっていうのは2月にめちゃくちゃ売られて5月にそこそこになったっていうところで,で今マーケットを俯瞰してみるとね。 あとお金を入れられて割安で成長しているところってなると、やっぱ、ね、ハイグロという選択肢やっぱ出てくるんだろうなというふうには、えー、思ってます。こちら、私ね、何週間前ぐらいかな、2か月前とかにね、あの今年後半にかけて、ハイグロは高値取るっていう動画を出したと思うんですけどもね、やはり、決算<ー>のいい銘柄はね、どん,どん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 取ってきましたよね、2月に株価が落ちて、決算をね、2、3回迎えることによって、もう PSR というのはだいぶ圧縮されてきたんで、これらの銘柄はね、どん,どんどんどん高値取ってるってことになります。うん ま正直、これのその仕込み時っていうのは、ひょっとしたらね8月だったのかなという感じもしますけども、まだまだねあの調整があったりとか、休算決算がありますんで、ねあの今、やっぱハイグロていうところにはんーまあ循環しやすいのかなと思ってるんで、ねま調整があれば、ねこの辺決算がいいところっていうのをねあの一個一個追っていく、ちょっとずつね入れていくのもありかなというふうには思ってます。少なくともね今 この調整局面の割にはね決算のいい銘柄に関して言うと順調かなと思います。ただやっぱね決算の悪いハイグロはね結構ボコボコにやられてるんでそこは結構なんかあのね結構こう慎重に選ぶ必要があるなというふうに思ってます。はい。ま今日はねちょっとね私だいぶあの楽観的な話になってしまいましたけどねさっきのゴールドマンサックスの あの悲観的な意見とか、ね、悲観的な意見の皆さんも、ね、よく聞いていただいて、皆さんの、ね、投資判断の最高になれば幸いです。というわけでね、引き続きこちらサポートいただけたら嬉しいです。というわけでね、今日は18日、17日の米国マーケット、算指数下落、仕込み時近いという、ね、内容でお届けしました。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。